All right, and sorry to cut off right there as Nahido is talking, but let's go. になっていっているようね。普通の階段は攻撃してきたりしない。そうだな、オイラたちの推測も間違ってたみたいだし、アイルマンは自分が夢を見ていることを意識できて同時にそれを楽しんでた。深い夢の中にいるっていうより、より目が覚めたって言った方が正しいのかな。これまでの考え方は間違っていないと思うわ。ただ解釈を変える必要があるわね。夢の程度が深くなっているのではなく、夢の主のここに対する未練が深くなっているのよ。あなたたちは夢を本当だと思ったことはない、そうでしょ？Of course not. Also, as I wish I could. オイラはたまに本当だったらいいのになって思うことはあるぞ。でもちょっと思うだけですぐに忘れちゃうけどな。なぜなら私たちは現実を生きる存在だから、現実こそが私たちの焦点であるべきなの。 Yep. これは夢の幻想性を定義するものでもあり、夢がどうなろうと私たちは気にしない。でももしも私たちが現実を手放し夢を抱くことに決めたら、おいら分かった気がするぞ。脳はより入念に夢の世界を構築するようになり、現実味もさらに増していくわ。アーカー社が無境を知能に変えられるということは覚えているかしら。リアルな無境を構築する場合もそれと似たような力を消耗するの。Which means there's another dream out there that's responsible for this? それってここにも過信探査のニーローみたいな夢の主がいるってことか？そいつの目を覚まさせればこの無境集合体も終わるんだな。ええ、その可能性は高いわ。スネールシティの無境集合体はアーカー社によって作られたもの。でも今アーカー社はすでに止められている。この件はアランナラとも無関係よ。そして人間も他の形を通して無境集合体を作る力はない。つまり The Grand Sage? The former Grand Sage? Unlikely.大方教霊院の学者で、かつてアーカー社と密接な関係にあったものでしょうね。Has to be the Grand Sage. だとしても、一体どうやってそれを行ったのか、そしてどうやって夢の主を選んだのか。ええ、ここはまだ終点じゃないわ。その人物の動機を知れば、すべての疑問の答えもわかるでしょう。Okay, next day has started.
高く、私は下げす。Gotta go back up here then. We'll see what's in the next part of it, and then what's finally through here, hopefully the end of it, in the next video. See you then.